株式会社キノクニア書店は日本の書店、出版社である。1927年1月22日創業。1946年1月16日法人設立。陶器場本店は東京都新宿区新宿3丁目17番7号。本社事務所は東京都目黒区下目黒3丁目7番10号。ナショナルチェーンとも呼ばれる日本全国に店舗を持つ。 有力チェーン書店であるのみならず、アメリカ合衆国、東、アジアオーストラリアにも進出している。創業者の田辺萌一は、書店業界の実力者及び文化人として有名であった。また、田辺の片腕として活動した松原治は、その後、2012年に没するまで日本の書店業界の中心人物として活躍した。木の国や演劇賞を主催し、木の国や、 ホール、木の国やサザンシアター高島屋と劇場を2カ所経営している。出版部門は PR し、スクリプタと人文書が中心である。他社において営業部、販売部と呼ばれる出版営業を扱う部署はホールセール部と呼ばれる。学術研究用に各種商用データベースの代理店もしており、1996年に一部の DV につき丸全。 ナイトレダーと設立した KMK デジテックスに営業上等をした。2012年現在も送るクファーストサーチなどについて提供中である。創業者の田辺家の先祖は、金徳川家の江戸藩邸に勤める足軽で、商売を営むことになった時に、野号として出身地にちなんだ木の国屋をつけたのが始まりである。最初は材木問屋だったが、その後炭問屋になり、 田辺もう一の代で書店を開業して、今に至る。江戸時代の合商の木の国や文在門とは関係ない。日本国内の各店舗の詳細及び決済手段として利用できる、電子マネーの種類は公式サイト、店舗案内国内店舗を、日本国外の店舗は公式サイト、店舗案内海外店舗を、大学内の店舗は、店舗案内大学ブックセンターをそれぞれ参照。 木の国やポイントカード、ありがとうございます。